4番はどこだ。じゃん、南小国町。サイコロ振ってお題を決定。くまモン熊本ふれあい旅、今回は豊かな自然に囲まれた阿蘇郡南小国町、一体どんなふれあいが待っているんでしょうか。くまモン熊本ふれあい旅、山本さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、つい先ほど、2016ユーキャン新語・流行語大賞が発表されまして、はい、なんと復興城主が選考委員特別賞に選ばれました。そうなんですね。はい、皆さんの お気持ちが嬉しいですね。そうですね、取らせていただいて、はい、ね、そして大賞は神ってる、はい、さあ今回は南小国町で神っている美味しいものと出会いました。どうぞ。はい、さあ今回は阿蘇郡南小国町にやってきました。南小国町といえばやっぱり黒川温泉ですよね。全国屈指の、まあ、人気の温泉街です。紅葉もね、まだね残っていてとっても風情があります。ただくまモンが見当たらないんです。くまモン、くまモン、あれ、ちょっとくまモン、なんのくまモンだね。まさか温泉に入ってきたな。入ってきたの。ちょっと、あ、本当だ。あららら、美肌の湯に入ったのね。さあ今日のお題は何でしょうか。せーの、サイコロ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 、そっちなのね。ちょっと待って待って、転がりますね。止まらない、止めた、蹴ったよ。止めた。1、くまモンのほっぺたのような1。じゃん、町の新しいを探すも。じゃあちょっと地元の方に話聞いてみようね。こんにちは。ここで話してちょっとこちらに南さんが。こんにちは。次どうぞ。かわいいね。めったがに考えてるね。そう、今ですね、はい、南小国町の新しいものを探しているんですが、うん、あ、ハンバーガー屋さんが近くにできましたね。うん、黒川の、うん、赤牛を使って出るのかな。ちょっと連れてってって。食いしん坊。そのハンバーガー屋さんは黒川桜通りの道沿いにありました。ハンバーガーとスイーツが食べられるお店、カフェ&キッチンフードと読みます。入っちゃおうか。こんにちは。サイズが。何痩せろって言ったの。入りすぎた。無理やり無理やり。あとでね。こんにちは。こんにちは。あの、すいません、くまモンがいる。こちらが新しくできたお店で、はい、赤牛バーガーが美味しいって聞いたんですけど、はい、手作りのあります。ちなみにいつできたお店ですか。7月の15日になります。くまモン、くまモン食べたい。いいですか。くれくれって言ってあげます、あげます。いいですか。目玉焼きの横には朝の赤牛を使った大きなビーフパティ。鉄板でじっくり焼いて肉の旨味をギュッと閉じ込めます。中に挟むトマトや玉ねぎ、グリーンリーフなどの野菜も地元で採れたもの。最後に分厚いバンズに挟んで完成です。これが黒川温泉の新グルメ、フードオリジナルバーガー。赤牛のを使ったオリジナルバーガーになります。想像以上に大きいですね。でボリュームあると思います。いただきます。うわ、おお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 お
これ1個でお腹も心もいっぱいになれるハンバーガーです。また吹いてるよ。また吹いてくれます。そしてこちらが先月出したばかりという新商品、抹茶ロールケーキです。抹茶のなんか豊かな香りがふわっと広がって、なんか雪みたいにふわっと溶けていく感じです。黒川温泉街にこの新しいお店ができてること知らなかったね。ね、これからやっぱりこう温泉もいい季節ですし、県内県外海外いろんな人に来てほしいね。お待ちしてます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、まだまだ南小国町の新しいもの探しに行きますよ。何か、おすすめのものはないかなと思って。新しいものですか。ここがもしかしたら新米入れてるかもしれないですね。新米、はい、何ですかね、やっぱり新しく取れたお米、その炊飯器で炊いたら全然香りが違うんですよね。毎日嗅いでると結構わかるんですけど、なんかおってなるような。新米はやっぱり違う。違いますね。南大国の新米を食べられると聞いてやってきたのはこちらの古民家。農家の宿八田こよみ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。握手させてもらっていいですよ。あら、まあ初めて。立ち着いてもいいですよ。あ、お父さん、女もいる。ハロー。ハローって見た。ここでまさかの英語。佐藤さんご夫婦は愛賀茂農法で無農薬のお米を作っているんだそうです。そのお米を見せてもらいました。あ、10月の下旬かな。もう最近だね。これです。鈴が揃っててね、綺麗。そしてこちらの旗小読みでは、このお米を昔ながらのかまどで炊く体験ができるんですよ。美味しく炊けますよね。かまどで炊いたことがないんですけど。ああ、そう。火遊びしてないんだな。してないんですよ。夜遊びも火遊びもしなくて。あんまり良くないな。お父さん、ちょっとなんか私のイメージと違うんですけど。あれ？マッチで火をつけてみますね。じゃあつけますね。よし。いや、あのね、今時の子ってマッチもね、見たことないからつけ方もわからないんだって。そうなんだ。いや、ですよ。ああ、全然したくないな。いますよね。それじゃつかんの、それじゃ。それじゃつかんの。ほら、ほんと知らん。こう、こうしてから。おー、早い。こうすればいいって。これ、うん、そうこれ、うん、してそう、手をそう、離焼けません。焼けるから早、早く離さない。焼けるから早く離さない。まあ、やってみない。どうやら焼けてからじゃ遅いんですけど、焼きますよ。そのタイミング、え、ここに、いやいや、ここに、そこじゃない、そこじゃない、これでいいんですか。ちょっとそこにつけてごらん。あ、そうそう。お、すぐに燃え広がりましたね。あ、でも夫婦していいんですか。あ、いいですよ。夫婦は反対じゃないの。かまどに息をふーっと吹きかけて火を焚き続けることおよそ10分。釜から美味しそうな香りが漂ってきました。ここからおよそ15分蒸らします。その間すぐ近くでポニーの乗馬体験も楽しめるんです。こんにちは。驚かせないようにしなきゃね。よいしょ。あー、全く通じない。おー、わー、安定してる。いや、高い。意外と速いですね。クマモン、クマモンが散歩されてるけど大丈夫かな。おばさんに、家族で買えたから来たいね。お父さんたちは懐かしいし、子供たちは新しいだろうね。ねえ、うん、さあ、ご飯の蒸らしも終わったようです、うん、わあ、これはいいんじゃないですか。まだパチパチってて、もう甘い香りが、あ、そう
です。ああ、いい感じですね。和食万歳、南小国町の新米、いただきます。お米一粒一粒が立ってます、うん、周りは、うん、あのしっかりしているんですけど、中はこう粘り気があって、で噛めば噛むほど徐々に甘さが染み出してくる、うんうん、そうですか、そりゃよかった。こういうね、美味しいお米が食べられたら毎日幸せだね。今回は阿蘇郡南大国町の新しいもの、黒川温泉街にできた新しいバーガー、そして新米。さあ今回のお題、せーの、完成です。いや、先生、かまどで炊いた新米ですよ、ね、美味しいでしょう ね、 ねピカピカでした ね、 ね、しかもあの空気の中、南を見て、ね、最高じゃないです か、 なんかシンプルなんですけれども、本当贅沢な暮らしなんだな、うん、ということを、ね、感じました。で今回の吉原権兵衛村の農家民宿旗小読でのかまど炊き体験は予約が必要です、はい、そしてこれはかまど炊きの体験、そしてその炊いた白米に佐藤さんご夫婦が作られたお野菜や山菜のおかずとかお漬物がこのようにね、ついてくるんです、んですか、ついてくるんです。季節によってね、またね、種類も変わってくるんですよ。そして蒸らしている間は乗馬体験も無料でできますから、さんはね、いや、いいですよ、先生乗りましょうよ、ポニー乗りたいですね、いいですよ、乗りましょう、はい、そうやってね、家族でいいですよ ね、 ね、はい、今回訪れた場所をご紹介します、情報お伝えします、大きなハンバーガーがありました、カフェ&キッチンフード、問い合わせは0967-44-01-0210、色もみじまでお願いします。そして新米のかまど炊き体験ができます吉原権兵衛村旗小読、問い合わせは0967-44-0275です。次回もお楽しみに、はい。